クリストファー・クニエリムは、アメリカ合衆国出身の男性フィギュアスケート選手。パートナーは、妻のアレクサ・シメカ・クニエリムなど、2015年、2018年全米選手権優勝。2016年4大陸選手権に。2014年4月8日に、パートナーのシメカにプロポーズをした。2016年6月26日、コロラドスプリングスにて挙式を行った。 式には、アシュリー・ワグナー、アダム・リッポン、マディソン・チョック、エヴァン・ベイツ、マックス・アーロン、ライアン・ブラッドレイ、ドリュー・ミーキンス、マデリーン・アーロン、マックス・セット・レイジらが出席した。ブリナ・カルメンと組み、2008年の全米選手権、ノービスクラスで優勝。2009年には、世界ジュニア選手権にも出場。カロリン・アン・アルバとのペアを結成するも1シーズンで解散。 アンドレア・ポープストとのペアでアイスチャレンジで優勝し、全米選手権は初めてシニアクラスに出場しのない。しかし2011から2012シーズンの終わりに解散した。2012年の4月にアレクサ・シメカとのペアを結成。国際大会初出場となったニース杯で優勝。ケイトリン・ヤンコースカス、女子アレーガン組が怪我のために出場を辞退したために、 NHK 杯への出場が決まり、そこでは4位となった。全米選手権では銀メダルを獲得した。4大陸選手権への出場が決まったが、シメカが公式練習中に右足を負傷したために、棄権をした。当初は世界選手権の代表ではなかったが、ケイリー、デニー、ジョン・コフリングミが次のシーズンへの準備のために、出場自体をしたため、繰り上がりで出場。 そこでは9位となった。2013から2014シーズン、グランプリシリーズには2 0出場。中国杯では5位、ロステレコム杯では6位だった。全米選手権では4位。4大陸選手権では SP で、自己ベストを更新して2位。FS では、ジャンプの失敗が重なり4位となるも、総合3位で ISU 主催の国際大会で、初めてのメダルを獲得した。 2014から2015シーズン、全米選手権では4回転ツイストリフトに初、成功するなどして初優勝。2015から2016シーズン、スケートアメリカで2位となり、グランプリシリーズで初のメダルを獲得した。初出場のグランプリファイナルでは、FS での4回転ツイストリフトの点灯もあり、最下位に終わった。全米選手権では2位。4大陸選手権では、 FS で一つのマイナスも受けない演技で、初めて140点を超えるスコアをマークした。総合得点でも初めて200点台を超え、銀メダルを獲得した。2016から2017シーズン、4月からしメめかの体の不調が始まり、8月に腹部の手術を2度受けた。9月に練習を再開するも、グランプリシリーズの欠場を発表した。 大会に必要なレベルの練習を積めていないことで、全米選手権も欠場した。4大陸選手権で試合復帰を果たし6位。世界選手権では10位となった。2017から2018シーズン、全米選手権では3年ぶり2度目の優勝を果たし、1枠しかないピョンチャンオリンピック代表に内定した。ピョンチャンオリンピック団体戦では、銅メダルを獲得。 個人戦では15位に入った。世界選手権では自己アーストの15位となった。その結果、翌年のアメリカの一枠観落は大会全体の出場ペアがわずか5組に止まった1957年、大会以来62年ぶりのことである。2018年5月14日、休養を発表したばかりのアリオナ・サフチェンコへのコーチ変更とシカゴとドイツ・オーベルストドルフへ、 練習拠点を移すことを発表した。ありがとうございます。